ダンスアワード2024ということで、それでは自己紹介をお願いします。成田高1年なゆです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はインタビューしていきたいと思います。はい。それではダンスアワードというイベントが、整備では初めてなんですけれども、挑戦しようと思った理由は何ですか？ダンスが好きだからです。大事です。ダンスが好きだからです。今からこの後ね、踊っていただくんですけれども、アピールポイントっていうのはありますか？はい、すべてです。すべて、なゆちゃんのダンスすべて注目していただきたいなと思います。ダンスを始めて良かったなと思ったことありますか？ストレス解消になるからです。ストレス解消大事だよね。先生も踊ろうかなって思っちゃった、それ聞いて。これダンスはいつからやってるんですか？小6か小5ぐらいです。そこから自分で独学で、はい、ストレス解消になってますか？少し少しということで、さあこの後いよいよ踊ってもらいますが、意気込みを見ている皆さんに伝えてみてください。頑張ります。応援してください。はい、よろしくお願いします。